いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。ここは箱根登山鉄道の宮ノ下駅になります。箱根湯本はここから2駅、下ったところにあります。今日何しに来たかというと、ここに足湯と一緒にカフェも楽しめるという2つ合わせて足湯カフェというのがあると来ましたので、いつもの株主優待券使いましてここまで来たわけなんです。 TikTok の方に株主優待券の買い方上げております。よかったら下の概要欄にも貼っておきますし、ここにも映像出しておきますので、ちょっと覗いてみてください。今回のこの旅の目的、そのカフェに行くためだけに箱根に来てます。しかも箱根に来るのは初めてです。初めての箱根でなぜかカフェに行くだけというそういう企画です。この間の動画黒唐揚げ見ていただきましてありがとうございました。ただ最近ちょっと北に行くことが多かったので、たまには別の方角に行ってみようかなと思いまして、今度は南に来たわけですよ。サブチャンネルが電車の全面展望専門チャンネルということで、小田急線の急行と箱根登山鉄道で小田原から箱根湯本までどうやって来たかというのを映像で流してますので、それを見ていただきながら、ぜひぜひ箱根までの道中楽しんでいただきたいなと思うんです。ぜひ最後までお見逃しなくお付き合いください。それでは今回の旅も始めていきましょう。今日ご紹介するのは、足湯とともにカフェが楽しめるという奈良屋カフェさんです。もともとは奈良屋という旅館だったそうなんですけれども、正確にはその奈良屋さんの従業員の皆さんの寮だった場所を足湯カフェとしてリニューアルしたんだそうです。場所は箱根登山鉄道の宮ノ下駅から歩いて30秒。いただきます。美味しいです。足を利用する場合はオーダーを先に通してから順番待ちということで、もうすでに何人かのお客さんが利用されております。アイスコーヒーのブラックが来ました。奈良屋カフェさんでいただいたホットドッグが来ました。これからいただいてみようと思います。ベビタン知ってますかね。ベビタンも、はい、一緒にごちそうになろうね。まずはこちらから。違い。いいよ、全然。リラックスタイム。
買います。奈良屋カフェさんのアイスコーヒーとホットドッグいただきました。ごちそうさまでした。足湯に浸かりました。こんな感じにもう足の指先までぽっかぽかです。赤くなってます。真っ赤です。はい、でもいいお湯加減でした。今回の動画はいかがだったでしょうか。奈良屋カフェさん、非常にホッとできる場所でした。コーヒーも味も格別でした。まさか足湯とセットでカフェを楽しめるとは思いもしませんでした。この動画気に入ってくださったようでしたら嬉しいです。では今回の動画はここで締めたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。